第1試合オープニングマッチ、斉藤明俊、小川義成組対熊野仁志、陽平組。大変長らくお待たせいたしました。大阪大会オープニングマッチ15分一本勝負を行います。プロレスノアスペシャル 1.21 エディオンアリーナ大阪第2競技場大会ザ・ファーストナビゲーション2017の最終戦です。大阪大会のオープニングマッチは15分一本勝負タッグマッチで行われます。ノアザリボーン、生まれ変わるノアの中で若武者の2人はどんな輝きを見せるでしょうか。関西は大阪、西の文化の中心で新しいノアを見せる2人です。熊野仁志25歳、そして陽平28歳、20代のこの2人が要は2人でベテランに挑んでいくということになります。赤いパンツが熊野仁志、そして今上着を脱ぎました陽平です。ノアの歴史を知る2人がプロレスの厳しさを教えるべく乗り込んでまいりました。ノアの変化が進む中でベテランの2人はそれをどう支えていくんでしょうか。まずは先頭小川義成、そして後ろから斉藤明俊。寒さの深まりが待つ大阪の地でベテランのプロレスを今一度見せつけてまいります。大阪大会オープニングマッチは15分一本勝負です。さあ互いに睨み合いが続く中でどちらが先発を買って出るということになるんでしょうか。青コーナーは陽平、そして赤コーナーは小川義成で今ゴングが鳴らされました。ザ・ファーストナビゲーション2017のこれが最終戦ということになります。今組み合っていきました。さあまず押し込んでいったのは陽平です。ノアジュニアをかき回す、そんな話もしていました。今年1月このノアマットに初参戦ということになりました。出身は兵庫県の薮市、1月14日の筑波大会で初めてこの緑のマットに姿を現しました。若い自分が、まあ、これは陽平の言葉を借りればおちゃらけた雰囲気を出していくことができれば自分たちのペースに持ち込むことができるんだ、ベテランの2人に今日はそのペースを出していきたいと話していました。これは小川義成のショルダータックル。さあ帰ってきたところ、これもかわして速い展開になった。ドロップキック、陽平のドロップキックにエディオンアリーナ大阪が大きく沸きました。さあロープへ飛ぼうというところ、逆に返ってきてドロップキック低空で打っていきました。小川義成は50歳になりました。30年を超えるこのキャリアの中で新しく生まれ変わっていくノアをこのベテランがどのように支えていくかというところ、互いにタッチを交わして青コーナーは熊野仁志、そして赤コーナーは斉藤明俊が入ってきました。まずは連続でエルボーを打っていく熊野仁志、しかし123キロの巨体、斉藤明俊が倒れることはありませんでした。逆に返していく、さあロープへ振っていく、帰ってきたところエルボーで返していったのは熊野仁志です。去年初めてシングルでのタイトルマッチを行ったのがこのエディオンアリーナ大阪という熊野仁志。さあ持ち上げたのは斉藤明俊。ここまで非常に力強い熊野仁志のエルボーから投げ捨てていきました。123キロの巨体を熊野仁志が投げていきました。スピード感のあるフレッシュファイト、ここまで見せてまいりました熊野仁志です。さあ持ち上げるか、いやなかなかこれは持ち上がらないその巨体。
これはかわして逆に落とされていきました。落としていったのは斉藤明俊。ここはタッチをかわして小川義成が入ってきました。このベテラン2人の、まあ、いわゆるテクニック、プロレスの奥深さを見せるこのベテランのプロレスです。さあニュートラルコーナーに固定して逆に投げていったのは熊野です。2017年新たな流れになっていくというノアの中で、まあ、どのように存在感を見せていけるかという熊野仁志。ここまで非常に速い展開の中でフレッシュファイトを見せています。これも体全体でのしかかっていきました。さあ連発されていくリングの中央です。さあもう一度投げていく、固めていきますがどうだ、カウントは2つです。2017年は5年目を迎えるというこの熊野仁志、これはカウント2つです。さあかわして、さあ膝に落としていく、膝に落としていったのは熊野仁志。ここはタッチをかわしました陽平です。中学生の頃にプロレスと出会いまして、このプロレスの道を志しました。さあこれはリングの中央、カウント2つで小川義成が肩を上げています。傭兵にはバンブードラゴンフライという必殺技がありますが、それはまだこのノアでは出せていないんです。試合前に話もしていました。それが出せるような展開に持っていきたいという話をしていました。これは急所のあたりに小川義成攻撃を仕掛けていったところで斉藤明俊にタッチを交わしています。ベテランの2人は非常に落ち着いたこの試合の展開、試合運びになっています。さあロープへ飛んで帰ってきたところ、お腹のあたりに打っていきました斉藤明俊です。さあこれはかわして、ここ素早い動きは傭兵です。さあこれもかわした、速攻部打っていきました。フライングニールキックで斉藤明俊をリングの真ん中に倒しました傭兵。さあこのトップロープからのバンブードラゴンフライを見せようというところか、いや立ち上がってミサイルキック打っていきました。トップロープから強烈なミサイルキック、カウンター2つ。試合時間は5分を経過しています。大阪大会のオープニングマッチは15分の一本勝負です。さあこれは止めてエルボー打っていく。若手の2人もここまで非常に落ち着いた冷静な戦いを見せています。さあラリアット帰ってきたところ、1回転したのは傭兵です。カウントは2つで熊野仁志が入ってきました。斉藤明俊の強烈なラリアットに傭兵の体が1回転するというのがありました。さあ顔面を掴んでサーブスランドでリングの中央、カウント2つ、なんとか右肩を上げました傭兵です。さあリングの外ではまた違うプロレスの厳しさ、熊野が教え込まれています。さあ逆に反撃に出ていけるかどうかという傭兵ですが、さあ速攻部完全にヒットしました。カウント3つ決まりました。斉藤明俊が非常に冷静な試合運び、若武者2人にプロレスの厳しさを改めて教え込む、そんな試合を見せました大阪大会のオープニングマッチです。まだ頭を押さえてなかなか傭兵は立ち上がることができません。ただ出直してこいと言わんばかりの表情を見せて、勝者の2人が先に会場を後にしていきました。そして敗れた熊野仁志、そして頭を抱えながら傭兵も今エディオンアリーナ大阪第2競技場を後にしようというところ。リクルです。試合時間は6分5秒という試合時間になりました。斉藤明俊がプロレスの厳しさを改めて教えた大阪大会のオープニングマッチです。
与平さん、ノアのベテラン勢との今日はタッグマッチになりましたが、まあベテラン勢プラスその何斉藤選手、まあほんまにノアの、まあ、上がり立てでノアのノアジュニアの選手ばっかと戦っとったわけで、それでも正直な話ヘラヘラしながらも結構いっぱいいっぱいの部分あったのに、それさらにヘビーの選手きついな、相当なダメージだったよこれは。ノアのマットに上がって1週間手応えとしてはどうでしょう。あったって言いたいとこやけど、自分的にはほんまにまだまだですし、ほんまに今日でそのねヘビーの斉藤選手と戦って自分自身あのモチベーションにもなったし、ほんまにこれじゃあかんっていうのがすごく分かりましたね。そして今後はそのノアのジュニアの戦いの輪の中に入っていくというところでよろしいでしょうか。 yes, yes, yes. まあ今からまた早田も、頑張っとるけど、まあ早田にも負けず、そんでまあ早田と陽平とで、このノアでビュン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 飛び回っていきたいですね。ありがとうございました。